前回の動画を撮った時、私は思った。この企画はあまりにもシュールすぎた。と。悪くはない。一部の人のツボには届いているはず。しかし、それではいけない。多くの人に支持されるコンテンツを作らねばならない。それは後悔。もしくは反省。ならば、もう一度撮るしかない。挽回の一本を。ちゃんと甘酸っぱい言葉を、甘酸っぱく視聴者に届ける。そのために。今夜は、二人だけのキャンプファイヤーだよ。好きじゃない。でも、好きじゃなくもない。私たちは絶対、会えばすぐにわかる。ずっと君のこと好きだったの。知ってた？責任、取ってよね。何？ねえ、そんなにじっと見ないでよ。心臓爆発しそう。ありがとう、この間。才能あるって言ってくれて。嬉しかった。バカみたいだけど。私ね、うまく歩けなくなっちゃったの。いつの間にか。今日さ、すっごく楽しかったね。まあ、君と一緒なら、どこにいても楽しいんだけどさ。そろそろ電話切らなきゃだね。ちょっと寂しいけど。あと、もう少しだけ話しててもいい？いつか大きな舞台に立つことが決まったら、一番先にチケットを送るね。の事故で好きになっちゃったからしょうがないの。行くとこまで行かなきゃ。はい、じゃあ笑顔の練習。私があんたを幸せにしてあげてもいいよ。芋けんぴ、髪についてたよ。ひなくらりこでした。またね。